ういっすー、脳筋ハンクです。よろしくお願いします。はい、という感じでドラクエタクトようやく配信日が決定いたしました。それが7月の16日、時間の方は昼間の12時らしいです。何事もなければ昼の12時にまあできるということなんですけども、おそらくサーバーの調子が安定するかどうかはよくわからないです。おそらく人気ゲームになるであろうものなのでやばいんじゃないのかなと思いますけどね。まあその辺はもうね、スクエニさんなんでしっかり対処してるんじゃないのかなとは思いますけどね。で、今回なんですけども、配信日と同時に、まあ、ある程度の情報を仕入れてきました。というか、載ってるんですけどもね。まあ、それをね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ早速見ていきましょう。こちらはですね、Apple Store の方で見ております。冒険手形というものがございます。こちらは月額480円で、購入した日から特典を受けることができる定期購買サービスです。ということが書かれております。この冒険手形というのは何ぞやというところなんですけども、こちらです。まず一つ目はバトルスピード超速い機能というものがあるそうです。普通なんであれば、まあ、ノーマルスピード普通ですね。それと速い、おそらく速いで 1.5 倍だと思うんですよね。まあさらにそれの上ということなんで、まあ普通の2倍速として動くようになるんじゃないでしょうかね。まあこれがあることによって、まあ周回効率が上がっていくと、まあおそらく今回もうガシガシ周回するようなゲームになってくると思いますんで、まあかなりストレスフリーになるんじゃないのかなと思いますね。はい、二つ目、デイリークエスト、経験値クエストとゴールドクエストの挑戦回数がプラス1回。多い目に行けますよという特典ですね。これもいいですね。一応ベータテスト版やったんですけども、経験値とかゴールドって意外と集めにくいようなイメージがありました。まあそれがちょっとでも楽になったら、まあこれかなりいい課金になるんじゃないのかなと思いますね。やっぱりね、挑戦回数がね限られていますんで、まあそれのね上限がプラス1されるということなんで、まあ月でね30回多くいけるということなんで、まあ1ヶ月でかなり差が開くような感じになってくるのかな、ちょっとわかんないんですけども、まああと得点が2つしかないので、もしかしたらねこの先まあ3つ目の得点とか4つ目の得点が出てくるんじゃないのかなと予想しております。はい、じゃあ次見ていきましょう。こちらの記事は公式ホームページの方に載っているやつでございます。ゴールドやタクトポイントなどをアイテムと交換しようというものがあるんですけども、これ一部課金要素が含まれております。間違いないと思います。ちょっとカメラさん左下寄ってください。まず上の青い方なんですけども、こちらは全ユーザー共通のものだと思うんですよ。その下ですね、メタルカードを購入というものがあるんですけども、これ上のやつはちょっと小さくて見にくいんですけども、討伐1体で5ポイントって書いてるんですけども、メタルカードを購入することによって1体討伐で15ポイントもらえるんですよね。で、おそらくなんですけども、上の青いやつとこのメタルカードを重複します。で、金額なんですけども、1ヶ月でおそらく約3000円ぐらいですね。で、これがですね、1週間単位で買える場合もあると思います。はい、2週間のやつもあるかもっていう感じですね。まあ、これはですね、かなり買う買わないで差が出てくるようなものなんじゃないのかなと思いますね。まあ、このポイントで何買えるかっていうところに、まあ、行き着くんですけども、まあかなり楽になることは間違いないと思いますね。まあこれがもう一つの新要素ですね。じゃあ次、シリーズでおなじみ小さなメダルがあるそうです。まあフィールドの宝箱や壺から入手できるということなんですけども、でこれを入手すると交換所の方でモンスターとかアイテムと交換できるみたいですね。これはすごく面白そうなやつですね。やり込み要素は多分ここに含まれているような気がします。多分これ最後の方になってくるとかなりいいものと交換できるんじゃないのかなと思いますんで、まあもし配信開始されたらね、この小さなメダルをいっぱい集めることをお勧めいたします。はい、いかがだったでしょうか。今回は配信日とある程度の情報の考察のお話でございました。まあ配信開始までにまた何かの情報があるかどうかはわからないんですけども、まあもし何かありましたらね、また動画にして皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。